はい、じゃあ、ある盗賊が図のように入り組んだ路地へと矢印の道から逃げ込みました。この盗賊、U ターンやバックはしないし、分かれ道に来ると必ず右折か左折をします。さて、A から G までの出口のうち、A から G までの出口ですか？この盗賊が決して出られないのはどこですか？U ターンやバックはしないんですよね。U ターンやバッあクはるしな盗いんです賊よ。が図のように U ターンは入り組んバックだはしないんですよ。路地へと分か矢れ印道のに来道。ると必ず右折か左折をこしのます。盗賊 U ターンやバックはしないし、分かれ道に来ると必ず右折か左折をするという。どっからスタート？ A からあ、矢 G 印まか。での出口のうち。一回タッチし A って、何ですか？これなんですか？これ。それ入り口や。入ってきた。そっから入ってきて、A から G までの出口に出られればいいってことや。それ出られる G は、だから、右か左に必ず、交差点は右か左に必ず行くってことは、G は出れるってことやろ。いけるね。阿弥陀くじみたいに進まなあかんね。上か下やで。で、そっちは行けへんやろ。同じ道は通られへんから。C は出れるな。そこはまず必ず左右にどっちか行かなかった。F も出れるな。D は。何やってんの？いやいや U ターンやバックはできないけど、同じ道は行っていいんちゃう？あ、D いける。C は？いけるな、それ右行って上。B か、じゃあ。B ですね。うん。ほんま？そうやろ、だって B さっき行けへんかっ全たてやの謎は必ず多解分ける。です。あ、うん。当然わあ、さ、よかったで英す。国紳士としすてもごい。ね。おいしい。あ、試行錯誤できるやつ。図を見れば分かるように、曲がり角では必ず曲がるとすると、すべての道で進む、まあ、これはやれば分かるんだけど。ご名答じゃ。人探しなら、ホテルか酒場で話を聞いたらと。